サブチャンネルの更新になりますね。はい、寒いっす。東京というか千葉というかこの辺もね。まあ、マイナス1度でしたんで、朝は。まあ、場所によってはもっと寒い場所もあると思うのですけれども、なかなかですよ。風邪ひかないように気をつけなきゃいけない。特に今の、今年は特に風邪をひくといろいろめんどくさいですからね。まともに医者にも行けないし、まあ、行くにしても電話してみたりとかね、3日ぐらいは家にいたりとか、でもこっちは仕事もしながらだからね。まあだから風邪ひいたらやっぱり結構めんどくさいのがあるからすぐに医者に行けない可能性も含めると、本当に気をつけなきゃいけないと思う。だからもう3枚重ね着をしたりとかして、寝る時もこう首元とか口元とかに手拭いを巻いたりとかしていろいろね工夫をしているところですよ。はい。で、まあサブチャンネルなんでね、まあ自由に話をさせていただきますけれども、ツイッターです。ツイッターの話です。ツイッターはね、私の生活にはもう欠かせないものになりました。YouTube とも結構ね、親和性が高いものでもあるので、メインチャンネルの方の、話とかをツイッターでしたりとかする場合もありますしね。結構 YouTube の登録してくれる方と、Twitter の方での方が結構ね、被るところも多く、まあ、それも当然ちゃ当然な気もしまして、Twitter はね、確か Google さんの、管轄だったような部分もあって、Twitter 社とかがね、違ったらすいません。でも確かそうだったと思います。まあ、とにかくね、日本では Twitter が特に人気なので、 Twitter は大事なんですよ。ただ大事なんですけれども、一般人から、いわゆる言論人とか政治家とか芸能人まで含めて、 Twitter でいろいろなことがあって炎上してみたりとか、口論いさかいがあったりとか、そういうのはもう枚挙にいとまがないというか、いくらでも出てくる。本当に残念だなと思うところではあります。便利さもあるんですが、そういうね、面倒くさい部分、闇の部分っていうのもあるということですよ。で、ちょっと私がね、たまたま見たツイートでね、いいことを言ってた人がいたというか、ああ、そうなのかなって思ったところがあって、すごく納得したところがあってね。つまり、ツイッターは少なくとも自分の領域を守るための機能は割と充実しているという。で、居場所がもしツイッターにないと思うに感じるんだったら、それは他人に余計なものを求めすぎてんじゃないのかなっていう話。まあ、一応ね、アカウントの名は言わないでおきますけれども、そういう話がありまして、ああ、そうかもしれないと思いました。他人の意見を変えるっていうのは、現実社会でも実際難しいんですよ。家族ですら難しくないですか？兄弟、家族、まあ、兄弟も家族の一員だ。家族でも難しいし、親しい友人やら同僚とかでも難しかったりするわけですよ。だから、実はね、匿名というかね、アバター名とかでやっている、そのハンドルネームでやっている、顔も名前も実は知らない人の意見を変えるというのは、実際のところほぼほぼ不可能なんだと思うんですよね。でも、なんかそれを求めてしまう人というのが結構いるような気がしていて、その人たちは純粋な人たちなんだなと思うので、その人たちを責めるつもりは全くありません。ただ、逆にそういう純粋な人たちが傷ついてしまうようなことがあるのだとしたら、それはあまり人にいろいろと求めすぎてるせいなんだろうなというふうに考えることがあります。去年からね、私、山口真帆さんを応援していて、今でも応援をしていまして、でも、ツイッターの方で、そういったところでの意見の違いとかで、いろんないさかいをするのを、何回もというか、むしろ何十回も見てきました。おそらく、ピュアな人たちが多くて、その中で、そういういさかいとか、いざこざとか、意見の食い違いというのがあって、でも、自分の中の主張とか正義感というものが、純粋な気持ちで来ているからして、余計にやっぱりそれをね、認めてくれない場所っていうのは自分の居場所ではないと感じてしまうかもしれないんですけれども、ネット社会っていうのはそもそもそういう場所だと思うので、あまりそういうネット社会にいろんなものを求めすぎるのは良くないかなっていうふうに思っております。特に結構山口真帆さんがいろいろとあったんですけど、いろいろとね、あった末に結果として検温っていう事務所にいて、たくさんのファンも獲得して、それでやってるっていう状況があるわけですが、それというのは本当に稀な例なんですよね。ネット社会とかネット民とか言われる人たちがみんなで力を合わせて何か正しいことをするっていうのは、なかなか稀な例というか、めったにないことでした。だから本当にあれは稀有な例だったし、あれにおいてネット民の力というのがすごく示されて、それ自体はすごくすごいことだと私は思います。ただ、
基本的にはネット社会というのはもう自分が言いたいことを言って、まあ私の YouTube もね、最後に言いたいことを今日言っておくグランパンパースでしたって言いますけど、言いたいことはか、自分の言ってること間違えてるな、言いたいことは今日言っておくって言いますが、ネットっていうのはそもそも自分の言いたいことは別に言っちゃってそれで OK な場所なんですよ。まああまりにもダメなやつとかはブロックされたりとかいろんなことになりますけれども、基本的には自由に意見を言える場所、それが正しかろうと間違っていようと、それをだから全部どうにかするっていうことは不可能なわけで、それがだから無理だったらネット社会にいても仕方がないっていうところではあったりすると、うん、だからツイッター怖いから始めたくないっていう人、特に女性の方は多いです。そういうのがあるから。男性なのでそこはあんまりわかりませんが、つまり女性だとそれだけで粘着してくる変なやつもいるわけで、そういうリスクとかもあるはず。ただブロックすることはできると。だからそこは単純にブロックをすればあとは知らぬ存ぜぬで済ませばいいんですけど、なんかそういう考え方にはなれない人が、特に正義感が強い人とかは多いのかなっていう気がします。それは主義主張関係なく正義感が強い人っていうのはそうなりやすいのかなって思うんですが、残念ながらこの世界は特撮ヒーローものとかの分かりやすい世界ではなくて、完全な悪や完全な善というのは存在しなくて、悪だからといって排除されるとは限らず、善だからといって勝つとは限らないというところがあるような気がします。だからまあツイッターとかね、ネットとかやるときにあまり人にいろんなことを求めても、それをほとんどそれが反映されることっていうのはないと思いますので、そこのところはなんか傷ついている人がいるとしたらすごくなんかかわいそうだなっていうか、かわいそうっていうと変ですね、なんかいたたまれないなというか、憤りをそこには感じますね。うん、ただそういうものなんだっていう風なところは残念ながら変わりませんし、この世界はやはり結構いろいろと複雑に絡み合っているわけで、まあ天網恢恢疎にして漏らさずっていうね、ことわざもありますけれども、まあ実際には漏れているところもあるような気がします。天網とはいえどもね、うん、その天網恢恢疎にして漏らさずっていう言葉を生めた中国っていう国自体がいろいろと漏らしているような気がしますけどね。はい、まあそういうことです。はい、うん、なのであまり気に病まないでいただきたいなと、うん、特に去年からのねツイッターでの付き合いのある方とかは思ってるんですが、なかなかそうもいかないようでして、うん、まあこの動画を上げたところで、うん、あまりそれがどうにかできるっていうことにならないんですけども、まあ自分の思いとしてそういうのがありますので伝えさせていただきました。はい、ではよろしかったらこちらのサブチャンネルの方もメインチャンネルと同様に、登録をお願いいたします。こちらではフリートークでいろんなことを喋ってまいります。はい、では失礼いたします。言いたいことは今日言っておくグランパンパースでした。